スタンステッド空港トラックトランジットシステムはイギリスのロンドンスタンステッド空港にある空港新交通システムである。1991年の開港後、第2サテライトビルのために追加された2つの地下鉄駅とともに1998年に当システムが拡張された。当システムは空港内でセキュリティ区域を通過した後に利用できる。 三駅が設置されており、各駅ともホームドアを備えている。当システムは伏線で総延長 3.2km、一端には検車場が設置されている。二つのサテライトビルとメインターミナルビルを結ぶ効果、およびトンネル部分が含まれており、1および2の番号がついている。開業時に、ウェスティングハウスが製造したアドトランツ C-100 を5両導入した。 1998年の延伸の際には、ボンバルディア CX-100 が4両増備され、合計9両の陣容となっている。通常運行時には、9両のうちの8両は99.98%の可用性の記録を維持するために運行中である。運行は1両編成のほか、2両編成、または3両編成の連結運転も行われる。列車は、 完全に自動化されている。ありがとうございます。